プレゼンスキーダッシュいや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 虫木いや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 ミスターブルーディスに鈴木小太郎選手の登場です。どうぞよろしくお願いします。かっこいいですねさあさあ、ね、すいません撮っていただいて、いやこれはもうね登場の時の、ね、リングに登場する時のコスチュームですね。あまりかぶってるとここ汗そうです。あいやいやいや本日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、ちなみに最初ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、このマスクは、はい、何をモチーフにされてるんですか？これはあの僕の好きなシナンジョ。シナンジョ、はい、ガンダムに出てくるモチーフにしてますね。はい、シナンジョ分かるんですか？あ、今日もつうさんよろしくお願いします。ユニコーンなんですよね、ガンダムユニコーン。あー、はい、ガンダムユニコーン、今テレビでやってますよ。あ、本当ですか、はい、シャアは大好きですけどね、はい、僕は、シャアの最大と呼ばれるフロンタルが乗ってる機体。フロンタルが乗ってるんですか？フロンタル知ってます。知ってますよ、声優さん一緒ですもんね。あ、そうです、はい、だからシャアの最大じゃないかっていう噂、はい、全然ガンダム分からんのですいません。ショーマンだから。で、あれですよね、コスチュームもうガンダムですよね。そうですね、あ、まあ、チナンジをイメージしてガンダムを作ってる、いやもう本当好きなんですね、ガンダム。いやもう大好きですね。もうガンダムを語らせたら右に出るものがいないぐらいです。そうですね、はい、まあ、すごい。これはなんだ、そうそう、これはなんだ、これは百式バッチですね。百式バッチってすぐ出てくるところがまたすごいですね。で、これ実は山崎圭吾さんがね、はい、持ってきてくれて、はい、プレゼントというのね、はい、はい、これなんかつけられるんですか？これはいや左肩につけてる。あ、左肩につけて、ここに入って、あ、そうするとあれなんですか、はい、なんかこのガンダムに出てくる、いや、もともと100年持つ機体であれっていう、願いを込められた100式ですね。そうそうそう、はい、これあれですか、このバッジはコスチュームにつけられたりしますか？あ、でも100式は大きいんですからね。あ、ちょっと赤ではないんですよ。あ、そうなんですね。まあ、ひとまずこれはプレゼントということで、はいはい、どうぞどうぞ貸してください、はい、ここに飾ったんですね、はい、ということで、はい、早速ですね、内容に入ってまいりたいと思いますけれども、最近の活動、フリーにやってから、はい、かなりいろんなリングに、ね、上がってらっしゃいますけど、ね、今中心に活動しているのは中心はレッスルワンさん、うん、ですよ ね、 ね、はい、で結構他の団体出てらっしゃいますよね、はい、どんな団体に出てますか？軽道場さん、軽道場、あと無連隊、はい、無連隊さんですね、あとゼロワンさんとか、はい、あります。ゼロワンさん、ゼロワンさんも、ああ、なるほど、はい、あと和田恭平さんの、プロデュース、プロデュース工業、あとでまたご紹介するみたいな、はい、そうですね、出たり、はいはいはい、結構幅広がってますよね。そうですね、プロの幅が ね、 ね、ということで、今いろんなその団体で出ててまたこれからも多分幅広がっていくんでしょうね、はい、そうです ね、 ね、だといいですね。やっぱ試合数増えるとやりがいありますよね。ですよね、はい、疲れますけど疲れますけど。ちなみにあれですか、今月間で何試合ぐらいやってるんですか？月ですか、はい、あ、もうでもまちまちなんですけど、で7から10とか11、うん、あ、じゃあもう月の半分ぐらいの試合はやってるんですね。だからやっぱりその普通にツアーで回ってる時と同じぐらいの試合が、ね、ですよね、そうですね。やっぱりこれやっぱりね、小太郎さんにやっぱり魅力があるというか引く手あまたの感じですか、はい、お茶でもで、いや、小太郎さん見てるといつもすごく筋肉がブラッシュアップされてて、はい、あ、本当ですか？そう、今日は見えないですけど、はい、すごくね、先ほどちょっと小太郎さんの方いろいろ調べてたら、はい、ブログとかで、はい、その一般のプロレスファンが書いているブログとか、はい、いうのを見るとそのいつも筋肉が綺麗だとかあんだっていう、筋線を取れたからだとか、すごくいい体、ありがたいです、うん、すごい評価がありましたよ、うん、トレーニングは、でもトレーニングはまあ
うレスラーなんでちゃんとやるんですけど、ね、そのなんか綺麗に作ろうとかそういう細かいことは やってないんですけど、なんか多分そういう体つきというか元々の持ってるのがあるんですかね。あんま毛が生えてないからじゃないですか、ね、はい、本当にいろんな人に言われるんですけど、これ別に剃ってるわけじゃなくて、普通に毛が生えてくるんです。なんかプロレスラーってみんな毛剃ってるんだよね。そう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 、多いですね、剃ってる人なんですよ、はい、もうなんかジェットとかね、はい、体毛が薄いんですよ。なるほど。で、横浜分隊、もうこの多分収録、まあ、収録するときは、はい、まあ、8月11日の分隊の前なんですけど、はい、このアップされるときはね、もう終わってると思うんですが、はい、その横浜分隊、ね、今チャンピオンですよね。そうですね、フルザー級のチャンピオンです ね、 ね、ということで、まあ、田中稔選手と試合をして王座を、はい、取って、はい、で今5回防衛してると。そうですね、はい、今最多ですか。最多の最多ですね。で、次回のそのクルーザー級のチャンピオンシップが児玉選手、はい、児玉選手ということなんですが、また未知のね、ジュニア選手ですね。でもまだ若手ですよね、児玉選手。あ、もう若手なのか、でも年は若いはずですね、25、6じゃないですか。ですよね、はい、まあまあ経験はあるとしても、はい、ね、まだまだ若い感じですよね。どうですか、今までタッグとかいろいろ測ってると思うんですけど。そうですね、やっぱ運動神経は良さげで、うん、で器用だなっていうイメージはあるんですけど、うん、それが強さにはつながってない感じをしますね。あ、勢いは感じるけど、ね、勢いどうですか。まだ、ね、正直そんな当たってないんですよ。ああ、そうなんですか、はい、結構あれですよね、小太郎さん その試合の運び方って結構クールな感じ、はい、私はするんですけど、あ、その、そうですね、カチッカチッカチッとこう試合を囲んでいくんだけど、はい、なんかこうクールな感じがするんですけど、どうですか。そうですね、あんま劇場型ではないですよね、はい、そうですよね、はい、三沢さんの教えが生きてる。ああ、来た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 。そうですね、そういう風にやれっていう教えはないんですけど、やっぱり三沢さんを見てこう育ってきてるんで、三沢さんもそんなに感情をガンデするタイプじゃないんですよね。やっぱり自然とそういう風になってきちゃったのかなっていうのはありますけど、あ、でもそういう人がそのガッとこうね、熱いこう表情とか劇場すると、またこれもたね、盛り上がる盛り上がる。今までそれ劇場っていうか、これやろってこう表現というか、はい、出たことって今まで記憶に残ることがあります。自然に殴られた時とかはさすがにきますね、はい、血出たことあります？血はないです。あ、血はないですけど鼻血ぐらいですかね、はい、出さしたことはありますけど。出さしたということで、どうでしょう、児玉選手。そうですね、うん、なんかまだなんていうんですかね、こう卵が割れかけというか、あ、はい、何かこう生まれそうな気はしますけど、まあ、そこを俺が引っ張り出してやるのか自分で割るのか、あ、それがその多分分隊の鍵になってくるんじゃないですかね。でもまだまだ負けないですよね。いや、もちろんですね、もちろん、はい、もちろんね、まだまだこんなに差はあるぞと、うん、戦う前からそう褒められないですよね、相手のレスラー。いやー、そう、いや、それはそうですね、戦った後に褒められない、まあ、そうか、そうか、そうですね、まあ、ここで嫌とかね、うん、勝てれないかもしれないなんて言えないんですよ。そんなレスラー嫌ですね、やる前から弱気なレスラー。確かにね、イノキさんなら叩かれますよ、ベチが。そうそう、ね、戦われるから負けること言うから、うかーわーって、もうおっしゃる通りですね。そう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 、まあまあ、でもあの横浜分隊はまあレスラーとしても非常に大きな大会ですから、はい、あ、そうですね、はい、ビッグマッチですね、ね、ビッグマッチですからね、本当にかっこいい小太郎さんを見せていただきたいと思いますけどね、はい、ありがとうございます。で、試合の予定なんですけども、はい、まあ、8月11日はね、申し訳ないですけど、ね、終わってると思うんですが、はい、8月の19日がでレスルワンの新宿フェイスがあるんですよね、はい、で、そうです、まあまあ、あの新宿では大きめの大会というですね、はい、で8月の20日が和田恭平さんのプロレス試合と、はいはい、これカード決まってるんですか。カードはまだ決まってないです、多分発表してない、ね、ああ、そうですか、はい、です8月の20日ですね、はい、20日の新木場ですね、はい、新木場夜の大会ですね、18時ですね、試合開始になりますね、これね、はい、そうですね、はい、18時が試合開始ということですね。そして21日が山本さんのプロデュース試合ということで、すみません、新入りの大会ですね、新入りの山本さんプロデュース試合が、レスラーの、ね、試合が8月21日ありますと、
いうことですね。そして8月25日が新宿ベースで、はい、もう定期興行になってますよね、このグレンタイの大会はね。はい、はい、グレンタイの大会、まあ、あとチケットがもうほんと残りわずかだ。あそこはほんとね、チケット売れるんですよ。すごいですよね。そうで、グレンタイの試合はやっぱ面白いですよ。面白いです。シリアスな試合もあれば、はい、なんかはちゃめちゃな試合もあって、でお笑いの試合、お笑いって言っちゃいけないですけど、なんか お笑いの試合もあって、ね、いろんな試合、ね、そういろんな試合があって、ね、なかなか面白いんですよね。はい、ということでグレンタイの試合がありますね、はい、なんかノアのクリスマス興行でデビューする人って意外と多いですよね。はい、この間の前バッハさんもクリスマス興行でデビューしてたんですよ。そうですね、谷口も青木もそうじゃないですか。あと、まあ、やめちゃったけど太田行って伊藤もそうとか。なんかあるんですか、クリスマス興行って。なんですかね。ちょうどそこら辺に仕上がるんじゃないですか。あ、なるほど。4月ぐらいに入ってくるじゃないですか。ああ、そっかそっか、はい、そうするとちょうど、そうするとちょうどいい感じに仕上がるのが24日。なるほど ね。ちなみに小太郎さんがプロレスラーになろうって最初に思ったのっていつ頃なんですか。小学生ですかね。あ、短冊にプロレスラーになりますって書いた記憶があって。それは何かきっかけあったんですか。多分僕ちょっと記憶ないですけど、テレビでは見て、こたつから飛び降りてたみたいですよ。こたつから飛び降りてた。真似しててなんかプロレスは見せてくれなかった、見せなかったって言ってましたよね。でもちょっと記憶にはないです。その前に見てたんじゃないですか。見てたんだと思います。うん、はい、飛ぶっていうことがジュニアヘビーですかね。まあその頃からもうタイガーマスク見てたんと思うんですよね。どっちの三沢さんの方。三沢さんだからまだ初代じゃん。初代だ。初代じゃん。ちっちゃい入れ替わりで、こう小学校の時写真を思い立って、はい、で本気でやっぱり思う時ってありますでしょ。プロセンターって。そうですね。でそれまでの小学校の高学年ぐらいですね。あ、もう本気でやろうと思った。はい、でトレーニングとか始めたんですか。あ、なんかちょこっとやってましたね。親父が鉄アレみたいなの買ってくれて、はい、あ、応援してくれてたんですか。はい、お父さん本気でやると思ってたんですかね。いやでも本気でやるって言ったら反対しましたけどね。どっちなんだいっていうの。鉄アレと買ってくれて。鉄アレ買ってくれましたね。でスコットだったんですか。買ってました。だから身長伸びなかったんですか。分かりますね。え、そうなんですか。あんまり成長期にスクワットやると足伸びなくなっちゃうんですよ。よくない。あ、そうなんですか。そう、気をつけてください。なるほど、なるほど。でも足はでかいんですよ。だから身長伸びたかもしれないですよ。ああ、今いくつですか、身長。身長プロフィールでは173になってるんですけど、はい、実際170ですね。なぜかデビューするときに3センチ盛られちゃって。盛られちゃって。でも結構盛る感じのね、うん、プロフィールは。でも3センチだったら盛らなくていいでしょって。逆に170のは夢与えられないですね。確かに確かに、はい、178センチぐらいの人が180っていうね、はいはい、とかね、そうそう、うん、ありますよね。僕は実際新日本も全日本も見てたんで、はいはい、ライガーさんのプロフィールを見たら170だったんですよ。そう実際この身長でもやってる人いるんだと思って、うん、それでやっぱ勇気もらったのもありますね。ライガーさん実際にお会いしたことはありますか。あります。試合も、あ、そうそうそう、IWGP 1は11だったかな、タイトルマッチ。そうそう、ノアにもね上がってましたもんね、はい。実際見てどうでした。背の高さ同じぐらいですか。同じぐらいで、角込みだと向こうのはちょっと高い。角込みだね、はい、あと、もうめちゃくちゃ分厚いですね。ああ、はい、もう足とか手とかね、はい、当時の僕もまだそこまで今みたいな体つきじゃなかったんで、めちゃくちゃ分厚いですね。でなんか入門する時ってすごい大ボディーズだったんですよね。でもね、そうですね、僕聞いた話はなんか200、うん、普通以上の、うん、応募、履歴書ですよね、はい、で実際そこから選、うん、なんていうんですか、うん、選んで、30人とか40人とかでテストを受けた記憶がありますね。今残ってる選手は何人ですか。あのぐらいですね。うわ、はい、200分の1。200分の1、やっぱその時に同じ同時に受かった人って何人ぐらいですか。4人ですね。4人って、はい、で、その中でデビューできたのは誰かな。自分だって見やめちゃった。見やめちゃった。厳しいですね。厳しい。当時の練習は厳しかったですね。当時の練習は本当に厳しかった。本当ですか。
やめようと思ったことありました？いや、やめようっていうのはなかったですね。やっぱりちっちゃい頃から、はい、入門した時どんな気持ちでした？どんな気持ち、とにかく毎日緊張しましたね。あ、はい、本当に言いたくなったことなかったんですけど、言いたくなりましたもんね。あ、そうですね。緊張っていうのはやっぱ先輩方々と一緒に練習するという感じですか？もうあるやっぱ常に気張ってるのですよね、はい。ちなみに一緒にこう練習つけてくれた先輩って当時は何だった？当時は、うん、森島さんとか、森さんがあの道場のトップでやってた、はい、ね、うん、森島さんだったかなとか、はい。ちなみにあのいい思い出とか嫌だなと思う思い出あったと思うんですけど、新弟子時代のなんかインパクトな思い出ってありますよ。あ、それはスパーリングでボッコボコにされた後に、はい、まあ打撃とかないですよ、寝技、あ、寝技ね、グラップリングのスパーリングでボッコボコにされた後に、はい、口の中もかきかかると血で、口の中切れちゃうから高校役に感じて、はい、あ、ほっぺたこうやってやられるんですか？まあいろいろあって気づいたらなんかもう唇に塗ってるんじゃねえかぐらい血だらけ、ラッパかまされたりね、はい、そうですね。あ、そうですね、はい、そラッパは立教さんが上手かった。ラッパってなんかね、よく来ますよね、はい、ラッパってわかります？あのなんか乗っかられるんでしょ。そう、お腹に息ができなくなっちゃうんですよね。で、その息がこう漏れる音がラッパに乗ってるから、そうなんですね。窒息しますよ、うん、一番スパーリングして相手って誰ですか？いや、全員とやるんですよ。あ、全員とやる、はい、もう延々とやり続けるんです。下の先輩から順々に当たって、で、常に僕はいて、先輩とこう、総当たりしてるから、もう最後はもう、あれですね、ずっとタップしてる感じです。こっちもボロボロしか入らないんで、はい、でもなんかグデグデしてると、なってんだってなるんで。あとよく聞くのは、新弟子の人っていうのは、やっぱり体を大きくしないといけないから、ちゃんこをいっぱい食べなくちゃいけないとか、はい、そういうのもあったんですか？あのよく練習持たないから、はい、まあ、ちゃんと飯食えよって言われてて、うんうん、結構僕、食細いんですけど、はいはい、ちゃんこ、結構ご飯も大盛りで、夜食べてたら太ったんですよ。違うじゃんと思って、ね、違う、太ったじゃないかと思ってそれからもう自分の料理に、はい、しましたけどね。なるほど。ちなみに三沢さんとは練習はどうだったんですか？三沢さんは、まあ、忙しくてほぼ道場は来なかったですけど、テストの時はいらっしゃって。あ、テストの時はいらっしゃって、やっぱりあのテストで三沢さんに見てもらって。あ、そうですね、うん、はい、なんか履歴書をチェックしながら、あ、お前が鈴木かって言われて、あ、声かけられた。やっぱりですか、あの入門する前から三沢さんはやっぱ憧れの人ですか？いや、憧れの人ですね、うん、僕本当に三沢さん大好きで、あ、で、現実に目の前に来て、はい、うん、チェックしてもらって、テレビの中の人ですか？ですよね、はい、その人に名前呼ばれたのもちょっとテンション上がりました、ね、テンション上がりますよね、はい、最初はね、多いとかね、うん、そういうのしか言われないのに、名前言われるとね、うん、はい。ちなみに入門テストの時は誰がいたんですか？三沢さんが。三沢さんが、そのノアの代表で社長として来てて、あとは、その道場で練習してる選手だったんです、うん、はい、え、どんなテストだったんですか？うん、スコア、柔軟から入って、はいはい、腕立て30回、10セット、300回、はい、ライオンプッシュアップですか？すぐ腕立て、あ、なんか台に足を置いてプッシュアップバー使って、あ、はい、そう、30回10セット、とあと腹筋100回2セットとか、足上げ腹筋50回2セット、背筋も100回2セット、あとブリッジ3本、ブリッジ3本、はい、であとスクワット500回とジャンピングスクワット50回2セット100回。わ、よく覚えてますね、はい。途中で、もうでもその準備はしてきたんですよね、おそらく、はい、入門テストの時も。そうですね、はい、体育大学ですよね、確かね。そうですよ、はい、日体大学。あ、日体大学ですか、はい、普通に入ったって珍しいパターンです何の部活にも入らずに卒業した。ああ、それまでレスリングやってたのそういうことじゃないですね。その前は柔道だったんですけど。あ、柔道、はい、大学で柔道やったら絶対体壊されるんだろうなと思って、あ俺がやりたいのはプロレスだから、なるほど、なるほど、はい、体作りだけやったんですよね、はい、で、教職も取らずに、卒業した。
珍しいですね。珍しいんですよ。なんか体育大学卒業すると体育の先生とかね、なんか免許取ってますよね。大体行けば大体格闘技ね、やってプロレス。サークルやらこうやって入るんですけどね。あそこに行ってました。部活入る中にスーパータイガージム行ってました。おお。スーパータイガージム。東大宮の。ああ。東大宮のね。あ、そしたら佐山さんにはお会いしたことは？いや、それがね、いないんですよ。あ、いない。中井祐樹さんですか？あ、いましたね。遠征さん。遠征さん、遠征さん。朝日昇さん。朝日昇さん。ああ、だ。朝日昇さん。遠征犬屋さんの犬が超凶暴で。事務所から出てくるともう、あの練習場を駆け回るんですよ。へえ。で、肩にシュートって名前。そう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 。超怖いです、あの犬。どんな練習したんですか？関節技とかですか？あ、もうグッと総合ですね。キック、はい、プロレス教えてもらえるのかなと。なんか違うと思いながらやってましたね。でも役に、でも基礎的なね、はい、技術は、ね、4代目タイガーマスクはそっからプロレスだ。あ、そうですよね、4代目はね、そうですよね。ちなみにあの三沢さんとのなんか思い出ってあります？はい、その前にごめんなさい、もう一つ聞きたいな、はい、あのなんか新弟子時代で勘弁してよってなんか思えるみたいな、勘弁してよですか？いやでも意外と、うん、あの道場とその頃はくっついてなかったし、昼のちゃんこ終わったら先輩たちも帰ったんで、意外と自分の時間はあったかなと思います。大体道場での練習って何時間ぐらいあるんですか？あのそのメニューが終わるまでですよね。だからあのちゃんとできれば2時間とか2時間ぐらいと思います。できない人がいるとちょっと、あ、誰か一人でもできない人がいると、そう、その人が終わるまでやってるんですね。で、その後、あのちゃんこお菓子くじもってちゃんこ作って、はい、で、終わったら次の日のちゃんこの買い出しで、で、大体で下準備して、大体6時くらいからですかね、あの仕事で終わって、はい、試合の授業につき始めたのっていうのはどのぐらいなんですか？いやもうすぐ、ちょうどなんか北海道巡業の新宿で、はいはいはい、はい、行きました。あ、もう入門してすぐ、はい、へー、入門して1ヶ月後ぐらいの巡業が、まあ、そうで、あ、ちなみにあの伊沢さんとってなんか、はい、いい思い出っていうか、いい思い出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 、いや、もう来られた記憶なくてですね、伊沢さんは本当に優しい、すっごい優しい。どのぐらいあの付き人やったんでしたっけ？5年半ぐらいですね。はい、その札幌のお寿司屋さん、よく行くお寿司屋さんなんですけど、そこで、まあ、一通り食事して、2軒目行くときにすごい近いところだったんですけど、そこのお弟子さんがですね、そこの寿司屋の大将のお弟子さんが車でそこまで送ってくれたんですよ。そしたら1万円ありがとうって渡して、かっこいいね。かっこいいな。昭和のプロレスはそういう人でいいですよね。そうそう、天竜さんとかすごかったみたいですよね。いきなりそれを見たんで、すげえ今でも鮮明に豪傑なんですよ。そうそうそう、まあ、どんぶり感じがどんぶり感じだけど、夢がある世界をね、見せてもらいましたね。ああ、そうですね。他にありますよ、なんか三沢さんってどんなことをこう、はい、小太郎さんになんか教えてくれたりとか。いや、あんまり三沢さんからこう言ってくることはなくて、うん、自分からこうどうしたらいいんですかみたいな、はい、でも僕もそんなにあの聞いたわけでもなくて、でもエルボーの打ち方は教えてもらいました。エルボー、はい、回転、え、あの、うん、初めすごいエルボー下手くそで、練習しろって言われて、はい、で、エルボーといえば三沢さんなんでどうやって打ったらいいですか、うん、っていうのは聞きましたね。どういうふうに教えてもらった？円の動きなんだよって言って、ね、はい、はい、もう三沢さんのエルボーって言ったらねもう見てる我々がすごい強烈に見え、ね、強烈な感じでしたもんね。もちろん受けたことないんで、どのぐらい強烈かって体感せませんけども、めちゃくちゃ 強烈ですね。ですよね、はい、当たり方がすごかった。あれ一発で試合の中で変えちゃいますから。そうそうそう、変え、ね、当たると3日後、僕あんまり試合組んでることがほとんどだったんで、あでもちょっとやる機会があって3発ぐらい
もらったんですけど、うん、3日間温めたくて、どうしようと思ったどうしよう誰にも言えないしどうしようどうしよう調子いい時はバックハンドのエローもありましてね。 あった、ね、はい、あれは習ったんですか。あれは習ってないです。あれは見よう見まねで、あのバックハンド、そうそうそう、三沢さんバックハンドのエロー、この角が当たったら相当痛いですよね。遠心力つくから、ね、ブレイクの瞬間ですよね。ブレイクした瞬間に出しますよね。だよね、そう、調子が異業づくとね、バックハンドやるんですよ。あとエルボースイシーだ。ちなみにあの三沢さんからもらった技ってエルボーとか、あと他のもらったというか引き継いだ、はい、引き継いだというか、まあ教え、まあ、エルボーを教えてもらいましたね、うん、あと僕はタイガードライバーが一番好きだったんで、でもタイガードライバーも褒められたことあって、あ、はい、俺のタイガードライバーいいなって。フェイスロック、フェイスロックですか、はい、あ、フェイスロック、そうですよね。でも三沢さん自分で言ってたんですけど、はい、フェイスロック、昔フェイスロックかけて、はい、あの、落とせってあったんですけど、いやフェイスロックじゃ落ちねえからって。落とした、いや、そう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 、いや私もそう思った。フェイスロックは顔面攻撃やるけどね。そうそう、それはそれは面白い、面白い、落とすわじゃないしみたいな。そう確かに。あ、でもフェイスロックもこうやってこうなると、もしかしたら落ちる。いや、でもここですから、ね、ここですよね。首ねじりますでしょ、何もでも落ちないです、落ちない。ちなみにあのブルーディスティニーって技があるじゃないですか、はい、太郎さんの、はい、あれは どういう感じでイメージっていうか、出したというか作ったんですか。作るなんかゾリースペシャルかな、パッと、はい、あれは結構もう昔から使われてますよね。そうですね、うん、僕のその若手時代を支えてくれた技です、うん、はい、この代名詞のような技になりましたよね、はい、ブルーディスティニー。その頃タイツも青かったんです。あ、はい、そうかそうかですね、はい、あ、今はブルーディスティニーじゃないの。はい、赤レッドディスティニー。はい、でもレッドディスティニーっていう期待はないので。あ、期待はないです。なるほど、なるほど、ね、あのブルーディスティニーが出るとほぼもうそれで決まり技っていう。そうですね、うん、そんな最近決まんないんですけどね。あ、そうですか、あ、そうですか、はい、足を抜かれちゃうんですよね。ああ、インパクトの瞬間に。あ、なるほど、なるほど、たまにスカスカな時ありますね。あれやってますね。そうですか。ちなみにあの小太郎さんにとって、はい、そのプロレスの魅力ってそろそろ最後の方になるんですけど、はい、うん、どんな技ですか。プロレスの魅力はやっぱ受けですよね、うん、あ、受け、はい、まあ、うん、プロレスも格闘技なんで、格闘技の中で唯一こうあえて受けるっていう概念があるのってプロレスだけですよね、はい、他の格闘技全般全部こう相手の技を受けない練習をするじゃないですか、うん、避けたり避ける練習だったり、はい、受け、ね、受けない練習だったり、はいはい、プロレスは唯一受ける練習をするので、それがあるのプロレスだけだと思うんですよね、うん、それ受け身がこううまくできないとやっぱり怪我しちゃいますか。怪我しますね、うん、はい、これは三沢さん魂ですよね。受け身、そう、もう三沢さんも本当に受け身がものすごかったですよね。うまかったですね、うん、絶対正面から受けるんですよね、技は。あ、もう逃げないですよ、逃げないで。よく受け身、よく三沢さんが言ってたのは、音、受けた時音がバタバタバタってなるのが良くない。あ、そうですね、はい、バンって音が、一つの音、一つの音じゃないです。そこに行くまで結構時間かかりました、ね、あ、難しいですよ、ですよね、ポンポンってなると詰まったりして、ですよね、はい、そっかそっかそっか、うん、全体で受けないと、背中全体で力が分散しないんですね、はい、フラットに落ちないと分散されないんで、うん、あ、なるほど、はい、そこでなんか三沢さんはいいレスラーか悪いレスラーか見てるんだって。あ、なるほど、受け身でね、うん、音でね、音でね、受け身が一番大事ですね、はい、音でっていうのはすごいですね、うん、目つぶってたらいいですが、周りですから、ね、そう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 、ね、ちなみにその受けがね、そのプロレスの魅力だとするならば、この選手の技を受けたくないなっていう、受けたくない、受けたくない、そう、あー、この選手カミスグーパンチとかは嫌です。あー、グーパンチですね、はい、天竜さんのグーパンチ受けたことあります。天竜さんのグーパンチは試合ではないですね、ない、飲んでる時ではありそうだな、で、すっげーこっち指輪してて、あー、こっちってやって、その指輪が痛くてですね、あ、それ痛いですね、天竜さんの指輪だけ我慢してくださいっていう、小川さんの受け身うまいって言われましたね、やっぱり三沢さんイズム受け上手いですね。なんかあの、タカさんがよく、タカ道の草がよく言うんですけど、小川さんと試合すると手の上に転がされてるような感じがするんですよ。いや、本当に、本当のテクニシャンですね、うん、あ、
か地味な感じですけどね、そうやって聞くとすごいんだなって思いますね。ミサさんがそういう細かい動きだったら、お料理をおごらんのがうまいって。ミサさんと一番長くいたのは小川さんじゃないですか。かもしれない、タッグチームずっと組んでましたからね、講師ともに、ね、その脇に池田さんが出てきますけど、他にいます？なんかこんな技を受けたくなかったらなんか勘弁してほしいよみたいな。受けたくない、うん、受けたくない技はないですかね。受けてやろうじゃねえかって、ああ、そういうやっぱり気持ちが、あ、なるほど。例えば時々こんなエルボーで、はい、エルボーじゃない、あの逆水平で、はい、そのあの胸が割れちゃったりして血が出る時あるじゃないですか。皮膚が破けた時、そういう経験もあります。塩崎です。ああ、塩崎さんのエルね、すげえ痛そうだな。ちょっとは塩崎さんはどのぐらい後半なんですか。2年なんですね。とんでもねえイケメンが入ってきたな。イケメンね、イケメンね、はい、確かにイケメンです。これ優しくしとこう。優しくしとこう。やっぱりあれですか、新弟子が入ってくると、はい、しごいてやろうとか思うんですか。いや、しごかれてる身ですからね。あ、そっかそっか。いや、よくあの僕、いじめ疑惑すごい言われてます。全くいじめてないですから。あ、なるほど。もう潔白汚染一生懸命してる。前のなんか見たけど言ったんですけど、はい、全くいじめてないですから。ね、なんかよく道場とかでね、若手いじめるとかっていう話を聞きますでしょ。練習は厳しいです。まあまあまあ、はい、まあね、練習は厳しい練習、うん、まあさせたし、まあ、僕は、うん、道場長の時も同じ練習しましたけど、まあ、それはただ練習力がきついだけでいじめではないですよね。特にプロレス界って縦社会ってイメージあるんですけど、はい、僕らはだそれで結構ね、まあそうですね、やめちゃう、練習だけじゃなくて上下関係でね、上下関係厳しいですね。厳しいですね。でも多分それだけじゃないんじゃないですかね。多分ついてこれなかったり、まあ、練習についてこれなかったらもう地獄ですよ。できないのに終わらないんですから。それは心折れますよ ね、うん、やっぱり素質ってあるんですかね。こういう風にプロレスリングの上に上がるっていうね、まあ、選ばれた人だと思うんで、100分の1だったら ね、まあ、それ素質じゃ埋めらんない。結局やっぱり頑張れるっていうのも素質ですよ ね、うん、そうですね。三沢さんのプロレスはセンスとバネだって言ってました。バネ、センスとバネ、まあ、でもどっちも超天性のものじゃないですか。バネ、三沢さん、三沢さんやっぱり天才ですか。いや天才ですね。天才、あの大きさでああいう動きするのって多分すごい大変だと思うんですよ、ね、それができちゃうって思うんですよ。馬場さんに可愛がられてましたもんね、三沢さん。あ、養子になる説もあったし。そうなの。そうそうですよ、そうですよ。そうなんだ、うん、なるほどね。ちなみにあの小太郎さんが、はい、これから戦ってみたい相手とかっていらっしゃいますか。いや、ジュニアの選手、全員やりたいですね。全員やりたい、ジュニアにこだわってるので、はい、そうすると生涯一ジュニアって感じですか。で、やっていきたいですね。そうすると、やっぱり新日本の選手とかも結構ジュニアいますしね。そうですね。小太郎さん、新日本に上がってほしいね。でもそれは僕が決めるわけじゃない。それは俺も、はい、やってみたいですね。上がってほしいな。まあ、でも串田選手はこのジュニアの顔になるっていう発言してたんですけど、はいはい、それは俺も同じ気持ちだなと思いますね。まあ、ジュニアといえば、ね、鈴木小太郎だってこう言わせるような、はい、これからの活躍もしないといけないし、していかないといけないですね。そうですよね。まあまあ新日本もそうですけど、海外道場もジュニア選手ありますからね。そうですね。ゼロワンにもいます。ゼロワンにもいますしね。大谷さんが今ジュニアの、あ、そうですよね。来たんです。体重ね、減して。今はみんなジュニアからヘビに行っちゃう選手多いですけど、そこも逆来るっていうのはさすがだなって。さすがですよ、ね。武藤さんも挑戦しましたね。一回ジュニア。そうですね。ジュニアに戻しましたね。確かに減らしたね。世界ジュニア確かに。そう。数と。あ、そうか。だからタイトルいっぱい取ったから次はジュニアなんですね。でも武藤さん成果あるからね。体重減らすの大変だと思ったよ。もともとあの人もジュニアでしたからね、武藤さんは。最初でしょ、スペースロングで。最初はね。太郎さん、あれですか、あのプロレスをやっていない時っていうのは、やっぱりガンダム見たりとか、はい、何ですか、あの他に何か趣味とかって何ですか。趣味ですか、うん、酒飲むのが好きですね。なんかお店やられてる。お店も、はい、上野でやってます。やってますよね。やってますよ、ね。ちょっとお店の宣伝しましょうよ。お店の宣伝。うん。せっかくだから。名刺。え、なんてお名前のお店ですか。バージン。バージン。はい。
上野。上野ですね。上野、長谷ビルなんですけど、飲み屋街の通りで、中町通り。中町通り、はい、アブアブの向かいぐらいですね。アブアブ有名な、はい、そこでガン作ったガンプラ飾ったら、店自体があんまりしない広くないのとやっぱちょっと汚れちゃうの嫌なので、ホームページとかありますか？あります。でも鈴木小太郎バーとかで調べてきてます。なるほど。鈴木小太郎バーで調べる、はい、検索すると出てくる、はい、鈴木小太郎だといじめっていうのも出てくるんですけどいじめてませんいじめてません。これはもういじめ、本人が言うのはいじめてないということですね。はい、ありがとうございました。じゃあ最後にですね、ファンの皆さんメッセージをいただいて、終わりにしましょうか。はい、はい、お願いします。そうですね、はい、本当にジュニアといえば鈴木小太郎と、言ってもらえるような活躍トレをしていきたいと思います。はい、それといじめはしてません。すいません、これはもう本人いじめいきません、ね、はい、いじめは止めてたそうです。あ、なるほど。はい、というわけで本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後いきますよ、はい、プロレス大好き大集合、ありがとうございました。サブミッション。悔しい。